皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディ、イバスタの時間です。この動画は、中学2年生の社会地理、日本の諸地域、9時間目の内容です。この時間は、日本の諸地域の中から、中国・四国地方の地域おこしの知恵、過疎対策と産業による地域おこしについて学習します。本日、皆さんに学んでほしいのは3つです。1. 馬路村の柚子栽培。2. 上勝町のつまものビジネス。3. 地産地消の地域おこしです。中国・四国地方には、過疎の進む地域では、地域を活性化するためにどのような取り組みが行われているかについて、一緒に考えていきましょう。教科書180、181ページの資料の1、5、6から働いている人たちの写真を見てどんなことがわかりますかについて考えましょう。次に資料2から馬路村と上勝町の場所を確認しましょう。書き終わった人は教科書を見ながら必要なところはメモをしながら聞きましょう。では、動画を一時停止して、教科書180ページを参考にして、括弧に当てはまる言葉を書きましょう。書き終わった人は、教科書を見ながら、必要なところはメモをしながら聞きましょう。高知県の東部に位置する馬路村は、森林が村の面積の 96% を占める、人口940人ほどの山村です。古くから国有林の杉の生産地として栄え、林業が村の中心的な産業でした。しかし、1960年代以降、村では過疎化が進み、木材輸入が増える中で林業は衰えていきました。当時、地元の農業協同組合 JA では、農家の収入を安定させるために、村の農産物である柚子栽培の研究を始めました。柚子生産を拡大させるとともに、新たな商品開発に努め、1988年に柚子ジュースを販売しました。ジュースの商品名に村の名前をつけることで産地をアピールし、また、安心安全といった商品イメージを広めることに成功しました。さらに、独自のキャラクターを作り、販売方法もインターネットを利用した通信販売を中心にしました。その結果、商品の売れ行きが伸び、村の特産品となりました。こうした馬路村の取り組みは、地域おこしに成功した例として、全国から注目を集めています。では、動画を一時停止して、教科書181ページを参考にして、括弧に当てはまる言葉を書きましょう。書き終わった人は、教科書を見ながら、必要なところはメモをしながら聞きましょう。徳島県上勝町は、標高1000メートル以上の山々に囲まれた四国山地の山間部に位置しています。過疎化が進み、町民の半数近くが65歳以上の高齢者ですが、日本料理に添える木の葉や野草のつまものの生産によって注目を集めています。以前の上勝町の主な産業は林業とみかん栽培でしたが、1981年、寒波によってみかんの木が冷害を受けました。1986年、JA の元職員が、つまものの商品開発に着目し、地域の野山に生えている野草を全国の料亭や旅館に売り込みました。やがて注文を受けるようになり、会社を作り、現在では300種類を超えるつまものを生産販売しています。生産には多くの高齢者が携わり、高い収入を上げる人もいます。詳しくは、教科書180、
181ページ、資料3、4、5、6、7の表、写真を確認しましょう。では動画を一時停止して、教科書181ページを参考にして括弧に当てはまる言葉を書きましょう。書き終わった人は教科書を見ながら、必要なところはメモをしながら聞きましょう。このように過疎化に悩む地域では、特産品や温泉の開発によって新たな産業を起こし、地域の雇用を支えたり、観光に役立てているところが見られます。また、近年では地域で生産したものをその地域で消費する地産地消と呼ばれる考え方が広まってきました。これは多くのエネルギーを使って外国から輸入した食品ではなく、生産者の顔が見えるような地元の産物で賄おうとする考え方です。しかし、多くの市町村では特産品の開発が進まず、減り続ける人口に悩んでいます。また、特産品を開発できたとしても、他の市町村と競争になり、悩みは尽きません。今日のまとめです。学習課題である中国四国地方の過疎の進む地域を活性化するための取り組みについて学ぶことはできましたか？右下にあるように本字で学んだ言葉を使って50字程度でまとめましょう。次の時間は交通網の発達と人口の変化について学んでいきましょう。